次は終点の網走です。お客様にお知らせいたします。ただいまご乗車いただいております、この白い電車221系電車は山陽線網走駅に到着をもちまして、 JR 京都 JR 東北線からの直通運転を終了します。1989年アメリティライナーの愛称で新快速列車としてデビューし、近年は快速普通列車として35年間の間ご案内いただきありがとうございました。また本日は沿線の皆様、鉄道ファンの皆様、本日はご乗車いただき本当にありがとうございました。今後この列車は活躍の場を満タンして、また他の線区へ移しますが、 JR 西日本を含め今後も221系電車をよろしくお願い申し上げます。まもなく終点の網走です。